皆様こんばんは、ベニバナブタオです。今回もインスクリプションっていうゲームのアクト1ですね。ひたすらレシーっていう TRPG 大好きなおじいちゃんとカードバトルをするっていうモードをやっていくんですけれども、外部モード、つまり改造データを入れて通常のプレイでは本来だと出てこないですね。結構イエスで面白いカードがいっぱいあるんですけれども、そういったものを含めてチャレンジしていきます。さて前回はですね、全然能力わからなくって結構負けてしまったんですけれども、まあ敗因はちゃんと分かってるので、それさえカバーできれば今回は一発でクリアできると思います。そう、一回クリアしたら釣竿がもらえるんだよね。でちょっとあの豚は新しいオリジナルカードが出てくるから舐めてかかってたので、最初にウサギの皮4枚もらいますね。舐めてかかってたんですけども、ちょっと全力でいきましょう。なんじゃこりゃ。これ何？ムカデ？ムカデだよね。ムカデなんてカードあるんだ。まずは鍵を手に入れて、手に入れるでしょ。でここに鍵を使って開ける。でパズル解いたらそれぞれカードがもらえるから1個ずつ解いていきましょう。これ合計5にしたら勝ちなんで211で、よいしょ、はい5で、トカゲのカードを手に入れましょう。やっていきますよ。さらにここも5にしなくちゃいけないのか。めんどくせえな、これ。トカゲを攻撃したら、隣に尻尾がいっちゃうんで、これでいいのかな？ちょっと足りないな。こうか。入った。で、アリも手に入れときましょう。っていう風に、ちゃんと解いていく。この部分カットしてもいいな。まあカット豚する発想がないんですけれども。なので、普通にモードが楽しみたい人はですね、まあ飛ばしていただければと思います。22で、これでアリが3だから、1個足りない。これが邪魔なんだな。あれ無理？アリが1個足りないのかな？あ、そうか。これ翼だからアリが出ても関係ないんだ。これでいける。無理？こう。え、来た。はい。檻に入った狼も取ります。で、最終的にこれだけど、これ、わざと二股の攻撃を潰して、これは引くことができるか。多分こうだよね。はい、いけた。はい、リスの頭。そう、これが欲しかったんで、リスの頭取っときましょう。あとはここで歯も取って、歯1個しかないな。全然ないじゃない。で、火も消して、こういう風に全部の要素を確かめていく。ムカデが欲しいんだな。ムカデがありゃいいんだ、ムカデが。よし、ゴー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 。ほら、最初から。トカゲありあり。邪魔だな、この3枚。いらないな。ちょっといらないな、マジで。アリの女王だけでも早めに潰しとこう。さて、ウサギの皮が4枚あるので、交換していくんですが、早速わからないカードが1つありますね、これ。ハーファールって書いてあるのか。え、これさ、コスト3は高くない？ 4-4 ででもめちゃくちゃ強いんだ。この能力なんだろう。これ潜水とこれ何？サメに似てるけど、ピアス。アーカードベラネグシギルアザックスザカードインキュービハインドイッツイナーシャルターゲット。この印がついてるカードは、ごめん、英語わかんないの。英語わかんないからそこは許してください。でも、ちょっと気になるので、こいつは使っていきますね。で、あとは、アリがなんか最初から2枚入ってるから、アリもう1枚取っとこうかな。アリを取って、で、便利なカマキリを取って、で、あとは比較的軽いオポッサムを取って、これでいいかな。よし。ちょっとオリジナルカードがまだ1個しか取れてないから、なるべく早く集めていきたいところ。で、早速、このデッキの中で最も重い。こいつはなんか出してところでリターンがあるけど、こいつ出してもリターンないから、アントスポーンの能力を、アリにくっつけます。これで、アリを召喚したらアリがまた出せるっていうのを使えるから、よし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 。ゴミカードが1枚減りましたね。まあ、ゴミというのはちょっと言い方が冷たかったですけれども、カスみたいなカードですからね。よしよしよし。もう今回は手加減せずにやっていくからね。トーテムだってガンガン使っていく。
あと檻の中の狼ってこのモードモードでさ潰したらどうなるのかな。ナイフもらえんのかな。ナイフ、まあいいや。ロングホーンが二股でこっちを狙ってるわけでしょ。1ポイントダメージ食らっても平気なのと、どんどん右にずれていくから、これはこの位置にアリを置いて一発耐えてもらいましょう。1で、よし、耐えた。で次のターンで、おーおー、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、え、どうした、え、2回動いた、2回動いたね、こいつ。え、これとこれの印が重複してると2回動くんだ。へえ、知らなかった。ちょっと待った、これやばいぞ。やばくもないか。この一角出したいんだけどな。こっちもなんかコスト2、コスト3でアリで粘るしかないじゃない。倒されちゃうけど。はい、倒された。勝手に一人であそこ往復してるよ。これはでもな、オポッサムが出せるからマンティス出して、あいつと関わりたくないな。ここにいたらでも絶対マンティスを攻撃することはできないから、ずっとイーブンが続くわけね。マンティスで攻撃して、でプロングホーンで攻撃して、こうチーソーみたいな引っ張り合いが続くわけ。こいつずっとここで反復横跳びしてるから、しかも敵これ以上増える気配もないので、ちょっとこのまま行きましょうかい。反復横跳びてって、イエスイエスてって、でちょっと反復横跳びにも飽きてきたので、ここでアリを出します。アリを出すと、このアリがもう一匹アリを産んでくれるので、アリを出します。これで22の攻撃力だいぶ強いね。えいしゃ、こらえいしゃ。よしよし、耐えてる耐えてる。次のターンこいつ死ぬよな。死ぬんだが、ここでちょっとこいつ気になる、こいつのピアスの能力って確かめてみるか。一体何すんだこれ。潜水ね。潜水してその後何するかよ。え、普通に攻撃するだけ。普通に買っちゃった。え、何するんだろうこのピアスの能力。英語が分かんないから、ビハインドって後ろって意味なら分かるんだけど、ちょっと能力気になるな。ピアスの子供狼とで、子供のワニとキャット。キャットいいな。ちょっとあの全体的に重めのデッキに、この2枚がちょっと重いから重めのデッキになってるので、キャットがあったら結構助かるんだけど、あとね、このコアリゲーター、コアニさん、結構強いんですけど、骨が2個いるんですよね。これがね、あの前回結構ここを油断してたんですけど、骨って案外ないので、割と重いんですよ。オポッサムを出すのと同じぐらいの条件がいるっていうことですね。でもまあ、早く早めに強いカードになりたいので、ここはコアニを手に入れて、骨に慣れていきましょう。さて、リスに何か能力つけたいが、コスト来い、コスト。潜水と穴掘りとヘビか。やっべ、全部いらねえ。穴掘りしても意味ないよね。ハズレだな。ヘビの頭でも取っとくか。爬虫類の。こっちにもあるからね。トーテムは。あるけどさ、普通に焚き火の方がいいかな。シャッ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 。またしても最初のターンで出せない。重い全体的に。また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 。これなんかずっとこの子狼、子狼じゃないわ、檻に入られた狼が手札にあるのはちょっと鬱陶しいので、こいつに潰してもらいましょうか。戦えるカードにしましょう。ほい。あとはリスを貯めていって待つか。座して、よしよし、強い強い強い。親玉の能力で4ポイントダメージ、かなり削られてきてる檻の中の狼が。あとはここでオポッサムは出せるんだよね。ということはこうしてこうして、でさらにこうするとこんなことができちゃうよと。ピアスの能力まだ分かんないけどね。はい、大きい音が鳴ってウルフが出てきました。でこのピアスの能力何してくれるんだ、いまだに分かんないんだけど。このウルフが頑張ってくれると思うから、てっ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 て、よしよし、かなりオーバーキルできそう。ウルフとウルフの引っ張り合いか。かなりオーバーキルでもないかな、これ。何も出せるね。よいしょ。てっ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 て。よしよしよし、ちょっとオーバーキル。もうちょっといけたな。これでここに行くと、オオカミを取ることができるので、このオオカミをここにはめておく。するとナイフが手に入る。ナイフ手に入るけど、アイテムなん確かいっぱいだよな。
取れるっけ。よし、ナイフがここにありますね。後で使いましょう。もう今回はね、クリアを目的としてるのでなりふり構ってません。前回負けちゃったから。コックローチと、で、あとはハゲタカと、おお、出た、ジャンピングスパイズ。こいつね、みんな気をつけてください。騙されちゃダメですよ。このジャンピングスパイダーってさ、骨3つもいるんだぜ。血のコストより骨3ついる方が重要だから、出したくてもなかなか出せない。それがジャンピングスパイダー。ただし能力がめちゃくちゃいいんだよな。好きなとこをさ、狙い撃ちで攻撃できるっていう。そうなぁ、不死の能力があったとしてさ、それをこのスキンクとかに使いたいから、今回はリブギ行こうかな。コックローチ持っていきましょう。焚き火で誰か鍛えるとしたら誰かな。カマキリかな。カマキリの二股の能力って誰かにつけた方がいいかな。アリとかにつけたら強いじゃない。この中で鍛えたい、あ、スキンクだ。トカゲ鍛えよう。トカゲ、トカゲって切り離された尻尾も上げた能力反映されるから、 HP が1上がるとですね、尻尾もめちゃくちゃ硬くなるんですよね。で、さらに攻撃力を上げると尻尾も牙を剥くからさ、敵に向かって尻尾だよ。切り離された尻尾が相手攻撃するってめちゃくちゃ面白くないですか。あー、アルファで1233ポイントこっちにダメージ与えてくんの。だいぶユースじゃねえな。早めにアルファ倒したいが、あー結構きついか。あれ1匹じゃさ、ほら早速なんかコックローチとさ、オポッサムが手札に来たから結構手札腐ってるよな。とりあえず早めに倒そう親玉。それからよ、1ね。で2ポイントダメージ与えてくる。しかも後ろにコヨーテが控えてると来たもんだ。これはイエスじゃない。あーどうしよう、こうする。あー骨が2個いるやつだー。腐った、手札が腐った。422で何も欲しいカードが出せない。次のターンにアリは1回攻撃をするが、アルファにやられてしまうので2ポイントダメージ食らうから残り HP が2になるのか。今のうちに生贄に捧げることもできないので、このターンは耐えるしかないな。うわー、もう1匹来た、もう1匹来た、スズメが。やばいやばいやばい。でも骨は2個手に入ったんだよね。ということは、ワニは出せるな。ワニは出せるが、しかし奥にいるコヨーテにやられちゃうんだよな。これどうしよう。オポッサムを生贄に捧げてワニを出す。いや、無理だ。骨が足りなくなるから。やっぱり、ワニしか、1匹しか出せないのか、ワニは。かなりきついな。アイテム使うか。ナイフを使うか。次のターン、1、2、3で、スズメが4だから、4ポイントダメージ食らうのね。4ポイントダメージだったら、ちょうどナイフで防げるから。ん？あ、そっか。最初にドローしなくちゃいけないのか。1ターンだったら。えい、ママよ。己の目玉を、そう、天秤にかけて。一旦は耐えれるからね。で、これで、ワニをまず生まれさしますと。ここの空いてるところに。えいしょ。片目見えねえ。で、アリゲーターになりました。向こう側の攻撃は合計4だけど、こっちの攻撃も3ポイントあるから。当面はなんとかなる。なんとかなるが、くそー。なんとかなるんだけどな。ここでリスをガードに出して、で骨を手に入れたらオポッサムが出せるようになる。でアリも出せるから、これどうしようかな。一旦耐えるか。さっきにこのスズメをなんとかしたいんだけどな。アリゲーターは多分そのままの方がいいよね。焦ることは別にない。1ポイントダメージ与える。もう片目見えないから見えづらい。やばいな。やばいが大丈夫。やばいが大丈夫よ。ここで、ここにアリを出したら、後ろのコヨーテごと倒してくれるから、えいしゃ、えいしゃ、えいしゃ。えいしゃ、こら、えいしゃ。よしよしよし。勝ちだね。
ナイフ使ったから。こいつの能力結局よく分かんないんだよね、ピアスの能力。Q behind its inertial target。 イニシャル。まあいいや、このまま殴ろう。8でしょ。てよーし、 OK。 で目玉は、光ってる目玉を取るといろいろと見える。カッコクロック、カッコクロック、あー、そういうことか。これで11時にする。11時にしたらアイテムが手に入るはずなんですが、これを11にしてと。あれ出ないな。あ、11時じゃなかった、こっちか。11にする。よし、出た。指輪取ってきましょう。あのさ、あのケイシーズモードでさ、あのカッコーっていうカードがあるんですけど、あいつの名前が日本語版だとなぜか救済になってるんですよ。あれの理由が分かった。カッコー時計の中にお助けアイテムがありますよっていうのをさ、日本語訳だと救済ありって書かれてるんですよ。だからカッコーを救済に訳しちゃったんですよ。だからだ、だからカッコーのカードが救済になってるんだ。そういうことか。めちゃくちゃ腑に落ちた。あ、ごめんなさい、ちょっとマニアックな話してしまって。毒蛇とエルクとスカンクか。新しいカード出せよ、どうせなら。結構ね、重いカードが多いから、ここはエルク、コエルクかな。でもスカンクの能力って誰につけても結構いけるから。いや、毒蛇の能力も強いっちゃ強いんだよな。よし、毒蛇にしよう。で、焚き火、誰の攻撃力を上げるか。あ、ハートだね。ハートだったらでもあれでしょ、トカゲでしょ。おい、よしよしよし、無敵の尻尾ができた。ゴー。なんか普通にやってんな、全然知らないカード出てこないから。まあ炭鉱夫ぐらいだったら楽勝で倒せるでしょう。結構いいカードが揃ってるので。なんならこれもうこのターンで倒せたりはしないか。骨がもらえるんですよ。ということはこう押して出すと骨がたくさん手に入るから、リスを出して、で攻撃力が22になるでしょ。であとはオポッサムを出したら敵にとどめさせるんですけど、とどめさす前にこいつか、運搬ロバ倒しておきたいね。残り1、運搬ロバ倒しておきたい。あー、ただ全然倒せそうにないな。一旦オポッサムで殴るか。よいしょっと。おで右足にヘビが出てきましたね。どうせ次のターン全部死んじゃうんだよな。コックローチも出せるけど、運搬ロバか。まあこのまま待ちましょうか。あ、こうやったらいいか。えいしょ、残り HP2 で、これで一回アリたちは金塊になっちゃうんですが、運搬ロバが右にずれてくれるので、右にずれないね、ずれるのに一旦かかるのか。じゃあまあいいか、ゆっくりとコックローチでも出しとくかな。こうやって、おい、ガッデンで残り HP が2だから結構簡単に倒せると思ったんだけどな。とりあえずスキンクで攻撃するか、このやったら HP が高い。それでいいか。でなんか左側でバウバウと犬が吠えてるけど、あんまり気にしなくても大丈夫。残り HP4 でしょ。よしよし。あとは、あー、こう、コアに出てきた、コアに。ここ。えいしょ。これでたくさんカードが手に入ったので、もう勝利は確定でしょう。ビーバーいるな。無能のビーバーが。で、ようやくこれでフィールドがでっかくなるから、ヘビが潰してくれたから。よし、アリゲーター出た。アリゲーターのこのプレデターっていう能力、よくわかんないんだよね。なんか捕食者っていう意味で、目の前に多分カードがあると攻撃力が上がるとか、そういう意味だと多分思うんだけど。よいしょ。であとは
コインズを使ってバウアウをしばいて、で最後にこいつ、あ、ジャンピングスファイト出せるんだ。どうせならいっぱいボコボコにして倒したいから、あえて HP をギリギリまでして、で次のターンに一斉に集中砲火で攻撃しましょうか。ボコのボコですよ。勝つときは中途半端はやらない。4313で合計11ポイントダメージ。奥歯がポカポ。結構強いデッキなんじゃない。ただ若干やっぱ骨不足に悩まされてるね。さてレアカードカモン、いいカード来い。奇妙なさなぎ、まあ割といいカードだね。おお、何じゃこりゃ。え、何これ、ザ・アイリス・アン・インターガラティック・ガー・グラートン・オールウェイズ・ウォッチング・オールウェイズ・ラフィング。何これ、ええ、これ何、かっこいい。ダイイング、アカードビーイングディスギルハズリミテッドタイムレフト、イットウィルルーズワンヘルスイーチタイムイットディクリースアンアタック。わからんのよね。いやでもこれさ、重いよこれ。コスト4だぜ。めっちゃ気になるけどこのカード、コスト4だけどいける、こんなカード入れてさ。あー、これマンティスゴッドとかの方がいいと思うか。まあまあでもこれでいきましょう。だってえ、月じゃないこれ、月でしょ、月だよね、見たでしょみんな月。ちょっと待って、一回デッキをちょっと見させて。これさ、これムーンストライク入ってんだよね。敵の場にいる全てに攻撃するっていうのは多分1ポイント攻撃するんだろうねこれっていうの多分書いてあると思う。ラスボス HP15?15? やばない。でこっちはダイイング、あ、これ砂時計のマークだね。 It will lose、 わからん、わかんねえな、英語読めないからさ。ただしこれ全体に攻撃するから、毒蛇能力つけたらさ全員無条件でやっちゃう、やっちゃえな、やっちゃえな。これゴキブリ、メカ、負け虫、あ、負け虫前回作ったやつじゃない。いや、負け虫は強いでしょ。だってノーコストですよ、これ。22で親玉、成長能力。負け虫使いましょう。勝ち虫になりましょう、今日は。みんなで勝ち虫になりましょう。で、ここで、持ってた毒蛇能力をこいつにつけると。ただね、問題はコストが4なので、めちゃくちゃ出しにくいってことですね。ひゃー、無敵のカードできちゃったー。やっべ、バランス崩しちゃう。攻撃力1なんだけどね。これが2とか3とかでかかったらいいんだが。いや、関係ないか。だって毒ついてるもん。これでちょっと重いのは狼のカードか。狼は言うてコスト2だからな。でこいつのなんかピアスの能力もよく分かんないんだよな。あとはワニもちょっと重い、骨がついてるからさ、骨がちょっと重いな全体的に。どっかで捧げとこう。最初の骨の本数増やそう。いらないカードも減らせるし、ゴーゴーゴー。いらないカードってこのデッキの中にあるかな。みんな大切な仲間だよ。すげえこいつの存在感やばいな。アリしか出せないし、アリはでもねずっと置いときたいんだよね場に。仲間で攻撃力上がるから1で、お、8の後ろに8じゃない。まだコックローチを出せる段階ではないから、11でちょっとだけ引っ張り合いきついなっていうとこだね。うーん、お、出た出た出た、負け虫出た。負け虫強いんじゃないこれ、2でしょ。で、隣のやつの攻撃力上げるから、何もないところに出すよりはここに出して、しかも成長するもん。よし、2ポイントダメージ食らっても OK。 はい、負け虫の攻撃力上がったから、次のターン後ろのカマキリごとやっつけてくれる。アリも、8だから倒されることないし、これイエスだろうな、だいぶ。負け虫が強すぎるんだよね。てい、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 せい。はい、もうなんか、こっちの HP がちょっとヤバゲーだけれども、相手の手札には何もなくなりました。おお、重いなー、これ。3、4と来るの重いよ。何も出せないじゃない。いや、3は出せるんだけどさ、負け虫の方が強いからな。5ポイント。てて、てててててて、かわいそうにこのカエル。こいつ一人で何とかしなくちゃいけない。荷が重すぎるんだよな、カエルにはさ。マンティスを
取る。で、負け虫の隣だから攻撃力が2倍になるということは、2、3、2の合計の、7、9ポイントダメージ。しゃ、月使いてー、早く月使いたい。重いんだよな、デッキがさ。これね、ピアスの能力すごい気になるんだけど、こいつ抜いた方がいいか、あるいはゴキブリ抜くか。こっちに何があるか暗くてよく見えないんだよな。トーテムか。あーでもこっちだな。ちょっとデッキが重くなってる。低コストカード、低コストカード、虫歯低コストカードが多いです。で、あとは死体のウジ虫とかね。おし、出た、ムクロ食いが出たので、こいつはデッキを重くすることはありません。よしよしよし、ありません太郎。合体丸、合体も控えてるので、合体に使いたいカードを加味するとだな、不死のカードだな。不死のカード、ちょっと待って、不死のカードをさ、あのトカゲにつけたらさ、あれか、尻尾も不死になるってことかい。そういうことかい。どうなんだい、尻尾不死になるんだったらかなりイエスじゃないの。じゃあこいつピアスの能力がすごい気になるけど、ちょっと若干あのコスト3は何もなんでも重すぎるので、ごめん、本当にごめん、ずっと使いたいんだけどピアス。あとでなんか英文訳してちょっと能力把握しとくわ。で次ここね。で、よしよしよし、この骨1個が嬉しい。骨1個がさ、まあでもいきなりあれですけどね、負け虫来ましたけどね。負け虫来たら勝ち虫なんですよ、こっちはさ。こっち取らよ。よっ、1で。しかもこいつ成長するからね。で、相手が攻撃してきて、残り HP が6になるが、成長して合計4ポイントダメージを与えられる上に、上にだよ、上に、ただリスを置くだけで、コヨーテを倒す戦力が手に入るということで、敵側はもう丸裸、残っているのは、カワウソ、かわいそうなカワウソ2匹だけ。もうこのままでも倒せますが、が、ちょっと気になってますよ、こいつ。どうなの？お月様よ。ティックタック。ティックタックってなんだい？ティックタックって何？あ、これ、あ、こいつら潜ってるから意味ないんだ。潜ってるから倒すことできないんだ。どうしよう、間違えたかも。で、で、くっそー、潜水してたらムーンストライク。これ殴り負けてる。どうしよう。ま、負けちゃわないよね。負けちゃわないよね。あ、ウジ虫は出せん。これ、バカじゃないの、豚。てってって。いや、勝てるは勝てるよ。こっからアリさんも出てくるからさ。アリさんの攻撃と、ティックタックも進んでるからね、こいつのティックタックも。て、てっ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 て、合計5ポイントダメージだよ。敵は4ポイントダメージの上にアリさんが1回防ぐから、まあまあまあ消えたけども、あの、死体のウジ虫も出てくるからね。ティックタックどうしてる？ちゃんと進んでるのか、時はさ。あー、ウルフか。2つ合わせて攻撃力3だから、こっち出した方が強いな。よっ。てってってって、よし、あと2。防ぐ。あと1匹出せば勝てるんだが。おっ、アイコンシ、コンシデ。いや、ちょっと待って。試させてもらっていいですか？ティックタックって言ってるからさ。待つと何が起こるのかちょっと見てみたい。てててて。てててて。何が起こるんだろう。ティックタック言ってるよ。1、2、3。めちゃくちゃ時間かかるな。何が起こんのこれ。何が起こんだろう。ちょっと時間かかって申し訳ないですね。今回はちょっと試してみたいので、お月様の能力をさ、めちゃくちゃ出してくるじゃない、あれを。全然決着つかん。
こう殴るでしょ。あ、買っちゃうもん。ちょっとねこっちの方が与えるダメージ多くなってるから買っちゃうよね。このままだとワニにしよう。これで3ポイント、敵が与えると攻撃が4ポイント。どうだ？あ、そう、ワニ！これ、プレデターの能力分かった。こいつさ、この印を持っているカードは、相対するカードがいいと攻撃力が上がる捕食者っていう能力を持ってるんだね。はー、なるほど。だから、ダイレクトアタックするときは攻撃力は上がらないけど、敵と戦うときは普通よりもちょっと強くなるってことですね。強いか、この能力。もうワニが出ちゃったんで普通に勝利です。何だったんだろうな。ティックタック気になるな。ティックタック毒ヘビとロイスとラットキングか。ラットキングの骨の能力も欲しいよな。ただこれカードとして見たら激重なんだよな。骨がさ、結構必要なデッキではあるから、こいつ取っといて。で、ここで、あれしましょう。この、ゴキブリの不死の能力をさ、スキンクにつけて、尻尾を不死、不老不死にしましょう。これで尻尾がなんぼでも使えると思うんだが、やったことないので分かんない。キノコ待ってるんだ。やばいな、同じカード2枚持ってない。よし、骨の恩恵を1個手に入れて。またお月様出てきたよ。もうお月様はいいかな。うわ、やべえ。アリが2匹いる。これはちょっとユスじゃねえな。よっ。とりあえず2ポイントダメージが食らうが、横にずれる。おお、ずれるんだ、こいつも。で、仮にこいつがやられたところで、ウジ虫出てくれるからね、次のターンまた2ポイントダメージ食らうのね。狼だからちょっと何もできない。親玉の攻撃を食らって、硬いな、しかし。スキンク。どうしようかな。これもう1ターン耐えたら、こいつは死なずに、こっちが死んで、で、その代わりウルフを出せる。ああ、死体のウジ虫が出るから、死体のウジ虫でこのアリ倒せるよね。てか、このアリ敷き詰められてるの、地獄だな。これは、このまま放置でいいのかな。というとも、狼出しても攻撃力が、3だから、ここは一気に倒すことができるので、どうだ？こうして、こうして、で、やっぱり！え、めっちゃ強くない？これ。尻尾出し放題だぜ。イエーイ。動いたね。これ尻尾出し放題めちゃくちゃ強いな。アントスポナーも出せるから、アリの攻撃力が2になると。こうして、でさらにこうすることもできると。イエスだ。よし、倒せ。後ろからアリが来るので、ウルフはやられちゃう、アリもやられちゃうが、死体のウジ虫が出てくる。で、しかもこれ使い放題だからな、こいつ。尻尾を生贄に捧げてさ、こいつ出せるからね、スキンク。無限じゃないよ、これ。しかも、これで殴られたらまた尻尾が出るからね、どんどん手数増えていくよ。アリも2匹目出せるので、いや、強い。尻尾に不死能力つけたら強い。よっしゃー、一掃した。こんなん普通無理よ。まあちょっとこいつを出すのはね、ちょっとあれですけど、1ポイントずつしかダメージ与えられないからさ、なかなかだよね。殴れい。よし、勝ち。なかなか月が活躍する場所がねえな。ここで歯をもらう。You have known。 怒ってる。怒ってるというか、がっかりしてんのかな。あんまりこの毛皮商人使うことないっすね。こんなに歯を持ってるのに。で、キノコだけど、まあ、ダブってるカードは確かなかったから、なんかカードをくれ。ダブってるカードあったっけ？あ、アリか。これちょっと嬉しくねえな。アリか。
まあいっか、 HP4 のあり。カードが増えるよりはいいか。あんまりカード太らすとね。今回はもうマジでクリア目指してるから、こいつ有効に使いたいな。 HP15 だから絶対負けないでしょ。一回あいつ出しちゃえばさ、何もできないよね、敵。延々こう潰し続けるわけだから、サメが出てきても何が出てきてもさ、どうにかしてあいつ使って圧勝で勝ちたいな。これはこうする。で、カマキリが出てきて、あとはアリ、だからワニも出すことができるから、合計3ポイントダメージで敵の残り HP が2で、カワセミの攻撃で残り HP が3になるが、次のターンでアリゲーターが成長したので合計攻撃力4になるから、もうこの時点で倒せますね。この釣り針は気にする必要一切ございません。太郎、イエス。なんてイエスなんだ。あー、で次のターンにバケツが出てくると、バケツの攻撃を受けるとこの2人死んじゃうからな。ずらすか。とりあえず負け虫が出てきたので、アリを出したらアントスポなんで、もう1匹アリが生まれるから22になる。でさらに負け虫をここに置くとアリの攻撃力が3になるから、合計攻撃力が5ポイントで、サメが活躍する前にしっかりと振ることができる。よしよしよし、さすが全ボスの中でも最弱と言われる釣り人ですね。まあ豚が勝手に最弱と言ってるだけなんですけども、はい、勝負あり。対戦ありがとうございました。わお、月2枚目きた。月2枚目はいらんだろう。これは1枚でいいよ。インパクトありすぎる。あとはまあアマルガムかな。この中だったらね、ベルソーシャってちょっと重いというか、22だからさ、こっち33だし、あとベルソーシャの能力別にいらないし、邪魔だし、ベルソーシャが出すベルが生贄に捧げられるんだったら結構イエスなカード、だいぶイエスなカードだと思うんですけど、捧げられないから結構邪魔になるだけなんだよね。だって合体することができるけど、どうしようかな。重いカードに死体のウジ虫つけようかな。重いカード別にないよな。あ、こいつだこいつ。この骨のカードを、スキンクにつけたらよくない？骨が無限出るよね。いや、もう無理か。合体させるのは。どうしよう。誰でもいいんだけどな。こいつ、ラットキングがいなくなったら。死にやすいのがマンティスだから、マンティスあたりにつけるのが無難か。カラスの卵と、おお、どうした、キツネ、どうした。ザ・ニンブール・フォックス、イット・ウィル・アタック・アズ・スン・アズ・イット・プレイド。早い？アタックが早いの？一番早く攻撃するってこと？あ、ムースバック？ムースバックだからムースでしょ、要するに。ただのムースだよね、これ。アタック、すぐに、プレイド・オン・ザ・ボード。多分、一番最初に攻撃しますよ、みたいな意味だと思うのね。でまあ22だからコストとしても悪くはない。少なくともラットキンクよりはずっとマシなので、あー、こいつ持ってこっかな。ウルフでもちょっと使いたいよね、やっぱりさ。こいつ使おう。でちょっと若干重めなので、ここで死体のウジ虫をフォックスにつけてすぐに出せるようにしとこうかな。ラットキングは捨てます。よし、 OK、 出しやすいぞ。ムクロ食いのフォックスできた。フォックスもスカベンジャーだろうし、いいでしょこれで。でこっち行って、ここでラットキング捨てましょう。ちょっと重い。ラットキングはちょっと豚には重いかな。豚ちょっと重い人苦手だからさ。ちょっと待ってね。これアリが出せるでしょ。ムースバックだー、やだなーこれ。しかもモグラのなんか一番嫌なコンビじゃない。骨は1個あるからして、こうすると、こうなって、イエスだね。で、さらに骨が2つできるから、アリをもう1匹出せると。ということは、間に親玉を挟むとですね、攻撃力が33の6になって、336で合計8ポイントダメージだから、オーバーキル3ポイント、奥歯3つゲット。強い。ちょっと強すぎる、これ。だいぶ当たりよ。フォックスとか、月様の出番あるかな、これ。月の能力がね、お、こん中だったらでもハリネズミかな。コエルクはね、動き回るから結構計算狂うんだよね、ハリネズミで。HP も2あるしね。
で、ここでいらないカード、この場合だとラットキングを指す。これを生贄に捧げると恩恵が骨2つになるからかなりイエスになりますね。やっぱりこの中でするんだとやっぱラットキングだよな。まだハリネズミの方がマシ。オッケー、イエス。左は川屋さんか。川持ってないからな。2つ。よしよし。オポッサムは無条件で最初のターンに出すことができるスキンクか。ということは尻尾出るよね。殴ってもらおう。殴ってもらって。こっち。で、こいつを出して、攻撃力を上げておく。1、2、3、4ポイント。で、負け虫は一発食らってもやられないし、尻尾も出るし。で、尻尾が、この、なんだ？なんだっけ。親玉の能力、カリスマ性で1攻撃力が上がるから、このままやってたら、こいつら一掃できるな。フォックス出したいよな、フォックス。2人生贄捧げるか。多分ね、一番先に攻撃するっていう能力だと思う。おおおお、ちょっと待って、早っ。まだ攻撃指示してないじゃない。あ、固まっちゃった。え、こいつ出した瞬間にもう始まっちゃうんだ。この能力さ、強いか。これプラスか。出した瞬間攻撃するのってどういう時に生きるんだろう、これね。面白くはあるけどさ、こっち行ってトーテムも取るか。でも焚き火だよな。トーテム取ろうかな。焚き火行ってもな、どうせ1回しかかかることできないし、強化したいカードもないし、ハートばっか出るし。で、まあちょっと、ごめんね。怒られると。よし。トーテム当たりでいいけど、ここまで来たんだから、1回ぐらいいい能力来てほしい。爬虫類でもなんならいいぜ。おお、ちょっと待って、これどういう能力だい？ダイイング、さっきのやつか。読めねえんだよな。あ、カード being disfigured has limited the time left. It will lose one health each time it decreases an attack. わかんねえな。これわかったら面白いと思うんだけど。とりあえずアントスポーナーを取って、リスにさ、ダイイングこいつつけても。爬虫類につけるか、このダイイングの能力。ちょっと面白いから。面白くはあるよな。まあいいや、アントスポーナーをヘビにつけよう。OK。で、何なんだろうな。ちょっと、後で英訳する必要がありそうですね。英語は得意じゃないけど、Google 翻訳使ったらどんなやつでも。わかるから、いきなりオポッサムを出すことができるので、ということは、アマルガムを出すことができると。オポッサムでしょ？で、リスを出して、アマルガムを出す。すると、手元に、アリが来る。3ポイント。22にした方がいいのかな？いいか。普通に、アリ出すか。これでスズメを前に出してほしくないから、左サイドをアリで攻撃してモグラをシャシャらす。なキツネの方がいいかな。キツネが好きだからロングホーンに出てきてほしくないので、ここに出して即殴らせる。あれ、2回攻撃できるの君。出した時に攻撃できるし、攻撃ターンにも攻撃できるの。めっちゃイエスじゃない。そんなイエスなカードだったんだ。全然気づかなかった。強い。フォックス強いよ。後ろからなんかスカンクがこっち見てるぞ。まあでもスカンクは一発じゃ倒せねえのか。これ、イエスじゃねえな。合計5ポイントでいけるか。よしかし、スカンクは一番はなかったですね。合体させようかな。フォックス強いな。2回攻撃できるのはイエスじゃない。じゃあね、この中でいらないカードって言ったら、いらないというか、この負け虫に二股能力つけたら強いか、普通に。強すぎるまであるな。ゲームバランス崩壊まである。爬虫類。よし。
2匹目のトカゲゲット。2匹目のトカゲゲットだが、トカゲに二股つけた方がいいかな。よっ、 OK。 これトカゲの攻撃力があったらさ、尻尾も二股攻撃してくれるんだけどね。ちょっとそこまで時間がないから。でも全然余裕でボスいけそうですね。シュッ、来たね。トラッパーだけど、まあこのデッキで負ける気せんから。ほら恩恵2つあって骨2枚でしょ。使いてえなーこれー。月さー、月使って蹂躙してえなー。出せるくないこれ。攻撃してもらったらいいんでしょ。要はアリが出てきた。まあ、アリはいらないんだけど今のところ。まあいいか。これで1ポイントしかダメージ食らわない。ほら出てくる。で節がついてんだよね、節が。リスを取ったらだね。リスを取ったらよ、リスを取ったら、これはこれはもしかして、もしかすると月無双の始まりではございませんかね。でもうトカゲは手札に戻ってくると。え、これどうなんの次のターンさ。えいしゃ、ひーひー、つえよっしゃぎーん。ただちょっと怖いのが、月の攻撃でさ、これトラップが発動したらさ、月が狼の構えになっちゃうじゃないのっていうのがちょっと怖いですね。スキンク出た、スキンク。でまあ、あとはアリ軍団出して、なんとこれを出すとアリが無条件で手に入るので、トカゲの尻尾があるだけでアリが無限に出せる。卑怯とはまさか言うまいね。あ、でもこれこんなに出す必要なかったかな。シャギーン、シャギーン、月の攻撃で潰す。あー、月が狼の側になった。月が狼の側になっちゃったよ。やっべ、楽しい月。でもあんなに大きかった月がいなくなっちゃったので、ここはねこの不死のトカゲの尻尾を使ってアリを量産していきましょう。アントスポナーもついてますから、トカゲ出すとアリのカードが手に入ってくるので、はい、受け、アリ組んだ、全てを平らにしろ。よし、 OK、 オーバーキルもいいところで、なんか出してくるんだよねこっからさ。でもこっちはさ、月を犠牲にしてまで手に入れた狼の皮がございますからね。君たちには残念だけど消えてもらう。1枚、2枚、3枚、すげえアントスポナーついてんな。爬虫類率たっけ、さようなら。次はもっといい夢を見なさい。このなんかぎっしりしすし詰めにされてるやつ全部月で蹂躙したかったな。月が強いよな。1枚、あ、ウロボロス、ゲック。ウロボロスも不死なんだ。この状態で自分の手札が見れたらいいのにね。あー、でもやっぱりこれはゲックかな、邪魔しないしさ。よし、ゴー、レッツゴー。どうせなら最後に月に、あ、月タッチオブデスついてんだ。待って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 、1個カードを減らしたい。ちょっと重くなってるから。だけど能力がな、あ、一応こいつか、こいつのハリネズミの能力をさ、誰か適当なやつにつけるか。アマルガムでいいか。アマルガム結構滞在するからね。いざいするから、ハリネズミをアマルガムにつけて、よし、 OK、 ガンガンチクチクやっちゃって。
もう勝ちでしょ。だいぶ、だから前回結構苦戦したけど、やっぱり骨が重かったから、そこさえ対策すれば全然いけますね。リスの頭もいらんかったな。あと、アリとトカゲ最初から持ってたのが強いか。アリとトカゲ使いまくってたもんな。恩恵来た。もうリングは手に入れてるから、1個恩恵手に入れるのが確実なんだよね。潜水とレアと、で、翼か、レア。レア来い。カモン。レア？レア？レア？ノーレア。まあ、そういうこともあります。で、次は、よし、リング、これ。もう他の2枚見る必要ない。リングは持ってるから、これでカササギを手に入れたいが、これは手札2枚取るやつと骨の恩恵と黒ヤギか。まあ、じゃあ手札かな。こん中だったら。さあ、進みましょう。見せてやるよ。月の威力をさ。多分もうここから始まるのは試合ではなくて一方的な虐殺。豚だけが楽しい時間の始まりです。レッシーは無口になる。か、おしゃれだね。どうした？あ、そうか。しかもこれもらえますからね、スモークが。あ、そういえばスモーク成長させるの忘れてたな。で、骨の恩恵が2つ手に入るから、オポッサムは無条件で出せる上に月が来た。月が出た出た。123でしょ。おー、ということはだよ。ということは、ちょっと一旦何もしないで待ってみましょうか。このターンは何もしなくても。イエイ、オッケー。持ってるな。金の金槌持ってんな。あー、金の金槌持ってるの、でもちょっとイエスじゃないな。どうしようかな。一旦ね、敵倒さなかったら金にされちゃうのか。ちょっと嫌かも。ちょっと一回月出すの待つ。アリゲーター出たね。で、アントスポーンも出てるから、ちょっと大人げないが、こういうことをさせてもらう。アイテム余ってるし。それで、アリゲーターを出すでしょ？で、アントスポーナーがついてるから、アリが出てくる。で、ポッサム、リスでいいか。で、こうやって出して、マンティスゴッドの攻撃を、なんとかして防がないといけないんだよな。あと2ポイントダメージ食らったら死ぬ。マンティスゴッドの攻撃力は3ある。ただここでみんなが受け止めてくれれば死なないから。あとポッサムでいいか。いや、狼出そう。よ、狼出して、おポッサム出して、よし、これで OK。 次のターンで死ぬことはないはず。よし、 OK、 消えた。綺麗に消えた。で、全部のカードが金塊になると。忘れてた、金塊のこと。やべえな、どうしよう。ちょっと待って。リスを取る。で、もう1枚取れるから、これ取って、よし、ゲックだ、ゲック。ゲックということは、アリも出せる。で、なんかこっちを狙ってる釣り針があるが、これは無視しても大丈夫。潰せ、潰せ、潰せ。おい、ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、ちょっと、あっ。え？